北海道函館の西部地区、歴史的建造物が残る美しい街並みが人気の観光地だが、夜になると人影がまばらになる。ではでは、乾杯！乾杯！はい、どうぞ。そんな街が年に2度熱気に包まれるのがバル街の日だ。参加するのは地元や近隣県の飲食店76店。各店舗がピンチョーと呼ばれる一口サイズのおつまみとドリンクのセットを提供する。お客さんは5枚綴りのチケットとマップを手に食べ歩き飲み歩きを楽しむことができる。イベント開催を呼びかけたのは西部地区でスペイン料理店を経営する深谷浩二さん。修行のため訪れたスペインでバル巡りの楽しさを知った。人々は2軒3軒とバルを巡り、それぞれの店の味や街角での社交を楽しんでいた。そこにちょっと寄ってカウンターで持って、お元気かなんて話しながら、いや今日暑いなって言いながら、お茶ビールいっぱいってね、そういう楽しさってのは僕人生を本当に豊かにするんじゃないかなと思いましたね。初回はおよそ400人だった参加者が、16年目の2019年には4700人に増加、話題を呼んでいる。さらに着物の着付けや市民ライブなど、市民が自主的に楽しむ文化活動も生まれている。函館から始まった食を通じて街の魅力を再発見する動きは、今や日本中に広がっている。バル街はこれからも人々を魅了し続けるだろう。